脳機能極材論。脳機能極材論。脳機能極材論は、脳、特に大脳皮質が部分ごとに違う機能を担っているとする説のことである。脳機能極材論の走りとされるのは、ガルの骨相学という説である。この説は、脳の特定の部位が特定の機能を担い、その機能が発達するとその部位が肥大して、頭蓋骨の膨らみとなって現れとする説である。 19世紀初頭に流行したものの、学説は、ガルの思いつきや思い込みによるところが大きく、科学的根拠を乱すことができなかったため、この説自体は否定された。脳機能局材論が、再び注目を集めるのは、19世紀中央から後半にかけて、ブローカやウェルニッケの失語症と、脳損傷の関係調査によって、言語中枢とされる部位の推定が行われて、以降である。 ブロードマンによる大脳神秘質の細胞構築学的分類、通称ブロードマンの脳地図も脳機能極材論を助けることになる。脳損傷と精神機能失調の関係調査は20世紀初頭の第一次世界大戦で大きく進んだ。この戦争では銃の性能向上で銃弾の貫通力が増加した、結果脳の非常に限局した部分を損傷する患者が多く、 あらあれ。これらの患者を治療する過程で脳の損傷部位と精神機能失調の間に特定の関連があることが調べられた。この後も大きな戦争のたびに調査が進むことになる。また20世紀前半には統合失調症患者を中心にロボトミーによる精神疾患治療が試みられ、前頭葉と工事精神機能の関係が論じられた。 ロボトミーは副作用が大きいため現在は行われていない。1930年代からワイルダーペンフィールドは転換の手術に伴い局所麻酔の効果を確かめるために患者の脳を電極で刺激した。この際、脳の特定の部位を刺激すると部位に固有の精神活動が起こることが確かめられ、機能極材の大まかな地図が作られた。 1940年代より、ロジャース・ペリーによる分離脳の研究が行われていた。このケースでは、転換治療の脳量切断手術などいった患者が、左右別々に精神機能を持つことを示し、左右の大脳半球の機能分化の理解に大きくに寄与した。1960年代からは、CT による弱心周的方法による脳の断面像が得られるようになり、 脳損傷と精神機能失調の関係は生きた患者で直接調べられるようになり治療に大きく貢献した。同時期動物実験、稀に転換治療で人でもにおいて微小電極法を用いた神経細胞発火の直接観察、あるいはトレーサーを用いての神経路追跡によって個々の神経細胞の機能や相互接続が調べられるようになった。 1980年代後半から MRI による脳疾患の解析的研究が進むとともに空間解像度が1ミリメートルと微細な構造を可視化することができるようになった。19世紀にガルノ脳解剖研究によって発見された皮質感を結ぶ白質の連絡炉は1990年代に入ると MRI の殺像法の進歩によって 非侵襲的に描写することが可能になった。1990年代以降は、医学界では脳の携帯的 MRI が実用化される。一方、非侵襲的に脳の血流を観測するなどの方法により、脳の活動をリアルタイムに調べる脳機能イメージングの手法が発達した。この技術により、脳に損傷のない健常者での脳機能測定ができるように、 なり、脳機能極在論は整地化、複雑化が進行している。ただし、機能的 MRI や機能的 PET などの方法では、時空間的解像度が低神経細胞の活動や接続を調べるにはあまりにも不十分である。データの解釈でも、精神物理学の後追いの領域を出ず、独自のドグマを生み出すには至っていない。また、 個人間での再現性やデータの解釈でも疑問が出されている。このことから実際の医学的治療に役立ち、現代の科学的知見に基づいた測定法であるものの科学的理論としては骨相学から大きな飛躍はないという批判も存在する。以下に脳機能が極在していると見られている閣僚やを人の大脳皮質を中心に示す。視覚的情報は 網膜で捉えられた後、視神経、視交差、視策と経て、視傷の外側質状態で中継され、死方線を経て高等用にある一時視核屋に伝えられる初期視核屋以外にも上、丘などを経由して、たまに投射する、される量屋は存在する。人の場合、右視野からは、左半球に、左視野からは、右半球に投射され、これを反抗差という。 片側の半球に左右視野からの視神経が両方とも投射されるため、両目視差、すなわち奥行き情報の処理に関係すると言われている。一時視覚野は高等用にあり、ブロードマンの脳地図では十七に対応する。その後、V2、V3、MT といった経路への情報の流れがあると言われている。V1、 V2 などの初期視覚野では網膜における相対的位置関係が再現されており、レチノトピーと呼ばれる。サルメの MT やは微小電極法やフメリーによる神経活動測定の結果、複雑な視覚的運動に関係していることが分かってきた。また視覚的運動が知覚できない運動も患者では、MT やに損傷が見られるという知見も存在する。v は、 色に関連した情報処理が行われていると見られている。加速投洋皮質ではやや複雑な形態認識に関与する細胞の集合が見つかっている。ただし、これらの結果は色や運動に完全に特化した量やがあることを意味するものではなく、MT は運動処理の一部に関与しており、色の処理は V4 の機能の一部であるとするのが一般的な見方である。また、これらの知見から、 後頭部から頭頂方向へ向かう情報の流れ、背側炉は運動を処理し、側頭方向へ向かう情報の流れ、副速炉は携帯を処理しているとする説があるが、仮説の息を出ない。音声信号は鼓膜、中耳骨で機械的に変換され、下牛で神経信号に変換された後、超神経、上オリーブ角、下級、内側出状態を経て、 外側向近傍にある、聴覚皮質に届けられる。一時聴覚屋は、側頭用の上側頭階から横側頭階にあり、ブロードマンの脳地図では41から42に対応する。初期聴覚屋では、下牛の規定膜における周波数配列に対応したで相対的位置関係が再現さており、ドノトピーと呼ばれる。聴覚の初期処理は、下牛神計画を経て、 ほとんどは、体側の一部同側の上をオリーブ角に中継され、外側猛体、下級、内側質状態などで行われ、主たる情報は一時聴覚野に伝達される。一時体制感覚野は、中心口の後ろにある中心五階にあり、ブロードマンの脳地図では1、2、3に対応する。一時運動野は、中心口の前方にある、 中心全回に一時体制感覚やと隣接しており、ブロードマンの脳地図では4に対応する。この量野では、体の領域に対応した、皮質領域の区分が見られ、対応する全身像を皮質に描くことができ、この対応図は、脳の中の小人という意味で、ホムンクルスと呼ばれる。皮質の対応量野の面性は、体制感覚の入力の量、または重要性に応じている。例えば、 手の感覚に対しては、脳皮質の大きい面積が割り当てられているのに対して、背中はずっと小さい面積しかない。急上皮の球細胞は、脳の救急に直接投射する。その後は、全嗅覚及び理上用皮質に投射。そこから、さらに全投用の嗅覚やに至る。未来からの一時感覚ニューロンは、塩水のコタバ角でニューロンを変え内側胞体を、上行。 死傷、VPM 核で三次ニューロンとなり、S1 の安面領域に投射する。病理学の分野において、言語能力が著しく損なわれる、失語症の原因を調べていく中で、脳の特定の部位の損傷と失語症に強い関係があることが分かった。このことから、損傷すると失語症を起こすような部位を言語機能の中枢である、言語屋とみなすことができる。 なお、両者は、各界、ブロードマンの脳地図で39経由で球状束と呼ばれる新経路を通じてお互いに接続している。これらの言語屋は、大脳皮質の左半球にあることが多いが、右利きの人で数パーセント、左利きの人で30から50%程度が、右半球に言語屋を持つことが知られている。総合的には90%以上の人では、言語屋は、 左半球にある。大脳及び中枢神経系では左右で異なる機能が極在していることがある。会話と記憶、非真摯的に脳の形が解析できなかった20世紀前半では死後脳解剖によって生前の情報と照らし合わせる脳病理学的手法で脳機能極在の推定が行われてきた。現在は生体の脳機能の極在性を対象とし、 フメリーなど脳の活動をリアルタイムに調べる脳機能イメージングの手法が中心となる。神経細胞を単位とするミクロな機能局材を調べる場合は、回答したウェビ小電極などで個々の神経細胞の活動を直接計測するが、動物実験でのみ行われる。ブロードマンの脳地図は大脳新皮質を組織構造によって区分したものであるが、この組織構造は、 その部位での機能をある程度反映していると考えられている。例えば、ブロードマンの脳地図の17矢では、第4層が非常に発達しているが、この層には網膜から外側質状態経由での入力がある。脳機能イメージングなどでこの両矢を調べると、視覚的情報によく反応することが分かった。17矢は解剖的にも機能的にも、 視覚の初期処理に関係することが分かり、一時視覚やと呼ばれている。現在は問題の焦点は極材の細かさ、極材の排他性、独立性、極材の堅固さ、仮想性などに移ってきている。現在はほぼ否定されているが、脳機能極材を極端に推し進めた仮説として、記憶物質説がある。この説は、記憶は特定の分子に化して保存されており、 この記憶物質を他人に移植すれば記憶が転移するというものである。このような物質は現在まで発見されておらず、また指示する証拠もない。次に細かい仮説としては、個々の神経細胞が異なる特定の機能を担っているとするものである。代表的なものとして、おばあさん細胞、おばあちゃん細胞とも、グランドマザー焦る仮説がある。これは猿などに、 様々な資格図形を提示しながら脳の特定の細胞の活動を計測したところ老女の顔のみに反応する細胞があったとする研究よりこの名がつたこの手の研究では同じような反応特性を持つ細胞を再び探り当てることができないので直接的追試はほぼ不可能である実験方法への批判としては提示する図形の不備で真の反応特性が計測出ていないことなど 理論的な批判としては、おばあさん細胞がたまたま死ぬと、おばあさんを認識できなくなり脆弱で人の認識能力を実現するには、脳細胞の総数が少なすぎるといった批判があり、研究者の多くが支持するような仮説となるには至っていない。現在は、ある程度の数の細胞集団に、脳機能が極在しているとする考え方が、比較的有力ではあるが、 その集団の大きさなどについては、統一見解はないと言ってよい。脳機能は、ある程度極在しているが、この極在は、臓器などの器官のように独立して、モジュール化された排他的機能を持っているのか、それとも、緩やかに分散しているのか、略脳機能は、ある程度極在しているが、この極在は、臓器などの器官のように変わりの効かない堅固なものなのか、それとも、 高点的に形成され、変わるものなのか、という点も一つの焦点となっている。事故などによって、手足を切断した患者では、失った手足か、あたかも存在するように知覚される原子という現象が、高確率で起こる。略原子は、手足の喪失からしばらくは、強く現れるが、時間が経つにつれ、体の残存部位の知覚と融合していき、略これは、 中枢神経が残ったまま末梢神経からの入力がなくなった場合である。逆に末梢が残っていて中枢が損傷した場合、例えば脳梗塞などで脳が部分的に死んだ場合、明白な機能極剤がある部分が失われるとそれに対応する精神機能も失われる。言語やを損傷すれば失語症となり、運動やを損傷すれば身体不随に、 視覚やを損傷すれば失明などの現象が生じる。しかしながら、この場合も損傷から一定期間経つと機能が回復することがある子が知られている略機能の回復は若ければ若いほど起こりやすい略臨界期略。これらの現象には神経細胞の過疎性が関わっていると考えられている略前述の通り脳のどの部位が どの認識機能を担うかについては大まかに分類されるが個人差もある。フメリーなどによる測定結果はその脳部位の相対的な活動の増大を示すもので、その結果からはその部位がその精神活動を専門に処理するとの証明にはならない。他の脳部位も同時に働いている可能性が考えられる。なお、右脳、左脳という言葉は一般語彙であって、 学術用語として使われることはない。学術用語としては、右半球、左半球が使われる。一般に広く知られるのを、サ脳論とは、左半球が論理的思考の中枢であり、右半球が映像処理、直感や感性、芸術性、創造性を担う、というものである。芸術活動をしている。 最中の脳機能イメージングでは多くの研究で右半球と左半球両方に活動の増大が認められる。芸術には複数の様々な能力が必要であり、また創作対象によってどのような能力が必要とされるかも変わってくる。そのため芸術の能力とは何かということを脳科学的に定義することは難しく、脳科学的にそのことを証明するのは難しい。 創造性についても同様で、何をもって創造性とするかを脳科学的に定義することは難しい。理屈っぽい人物は、左脳優位、芸術肌の人物は、右脳優位といった俗説があるが、科学的な根拠はない。男性イコール理屈イコールサノ優位、女性イコール感覚イコールウ優位といった俗説がある一方で、発達心理学者のサイモンバロンイコール公園は、 著書、共感する女のをシステム化する男脳の中で男性は平均的に分析能力が高く女性は平均的に共感能力が高いとしその理由として男性は大脳の右半球が早い時期から急速に発達するため空間早く分析能力が高くなる一方女性は幼児期の早い段階から言語認知に関して左脳の優位を示すため コミュニケーションに長けて、共感能力が高くなる、としている。逆の内容となっている。他にも誤った続説として、以下のようなものがある。短時間表示された画像と同一の画像を、選択肢から選択する、など画像を扱うテストは、右脳が優れている傾向がある。推論処理は、左脳が優れている傾向がある、ということを示す研究結果はあるが、優れているというだけであって、 片方の脳だけで論理処理、イメージ処理を行っているという結果は示されていない。右脳を鍛えると称する訓練によって創造性が向上するという話は科学的根拠がない。経済協力開発機構は2007年の報告書脳の理解教育科学の誕生アンダースタンディングザブレーンザバースオブエイラーニングサイエンスで脳についての名心として 神経神話の一つに論理的な左脳と創造的なう脳という観念を挙げた。小説家マイケル・クライトン、ハーバード大学医学部卒の恐怖の存在では、作中の登場人物がう脳・左サノー論を否定する。作中に述べられる理由は以下の通り。スペリーの研究をもとにう脳・左サノー論の観念が人々に広まったが、スペリーの研究対象は、 脳量の切断手術を受けた患者の脳だけであり、その発見はそうした患者以外には適用できず、スペリー自身もそうした患者以外への適用を否定している。九州大学大学院理学研究院、生態物理科学講座や科学技術振興機構は脳の左半球と右半球の違いを研究した。ただし、これは脳の左右の構造的非対称性を解明したのみで、 左脳が論理的思考をし、右脳が芸術を生むと証明したのではない。2003年5月9日号の米科学誌、サイエンスに九州大学の研究者が発表した論文では、分子レベルでの脳の左右の機能の明確な違いを明らかにしている。これにより、脳の左右の機能に関する際について、分子レベルでの研究が促進されると考えられる。 科学的根拠に乏しい理論をもとに、右脳を鍛えることを謳った教材が散見される。右のの力を伸ばす教育を掲げる、幼稚園、バイオリンを演奏することで右脳が活性化され学力が向上するという理で全員に、バイオリンを購入させ、授業のカリキュラムで3年間習わせる、私立中学校なども存在する。効果のない商品の説明に使われることがあり、注意が必要である。 日本語のオープンアクセス文献。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。